アンドレアス・フォン・エスター・ライヒは、オーストリア出身のローマ・カトリック教会の聖職者。スーキ教、コンスタンツ司教、ブレッサノーネ司教。神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世紀の弟で、チロル修皇のフェルディナント大公と、その最初の妻フィリピーネ・ベルザーの間の長男として、ボヘミアのブレスニッツ城で生まれた。母は、アウクスブルクの富豪、ベルザー家の娘であり、 両親の結婚は、帰遷結婚だった。このため、アンドレアスと弟のカールは正式なハプスブルク家の一員とは認められず、従って、大公の称号も授けられず、父の所領の一つにちなんだ、ブルガウ編強博の称号を名乗ることのみを許された。アンドレアスは、聖職者の道に進み、1576年11月19日に、教皇グレゴリウス13世により、 サンタマリア・ヌオーバ教会を名義制度とするジョサイスキ教に上海された。1587年にアルザスのムルバック修道院の修道院長に就任、1589年にコンスタンツ司教となり、1591年にブレッサノーネ司教を兼ねた。また1598年から1599年にかけ、重廷で、 スペイン領ネーデルラント総督を務めるアルブレヒト、大公が、スペイン王女イサベルとの結婚のために認知を一時、離れた際、ネーデルラントの総督代理を務めた。諸子に、ハンス・ゲオルクとズザンナの一男一女があり、弟のカールの手元に引き取られて育てられた。1600年、ローマにおいて42歳で没死した。ありがとうございます。